皆さんこんにちは、松本直子です。いつも名曲チャンネルをご覧くださってありがとうございます。今日は質問箱に長らくいただいていたご質問にお答えすると、特に今回はいただいたご質問でなんとなく長尺になりそうなものにお答えしていきたいなと思っております。では早速行ってみましょう。まず1つ目、上がり症で人前に出ると緊張してしまい手が震えます。舞台で演奏する時の心構えや秘訣はありますか？これは他にもすごくたくさんいただいていて、たくさんって言ってもそんなに多くないけど、でも複数いただいてて、緊張しますっていうねお話をよくいただいておりました。私自身は周りと比べてみると比較的緊張しない類の人間なのかなと思うんですけれども、でも緊張したことないわけでは決してないです。過去に本番で上がってしまってもう失敗しちゃったり、ああ良くなかったな、本番良くなかったなって思うことも結構ありました。なので、緊張する人の気持ちはもちろんわかりますし、今自分自身が緊張しない類の人間だなってなったのはそういう対策をしているからだと思うので、役に立つことがあればなと思って今日は回答していきたいと思います。きちんとお答えしたいなと思って自分のことを考えてみたんですけれども、精神面からと準備の面からと、あとは本番直前のテクニックっていう3つのポイントがあるかなと思いました。プロの方から緊張しないためにどうすればいいかっていうご相談みたいなのをされた時に、まずお答えしているのは、プロの方は準備はそれぞれのやり方があると思うので、精神面だけの話でいつもお答えしているのは、なんかもう諦めるっていうことと、あとは楽しむことっていうのです。ここまで一生懸命準備してきて練習してきて、本番は演奏するっていうことに関しては不安がない状態で臨んでいるはずじゃないですか。そういうポイントとかね、細かく言うとここがいつも苦手だなとか、そういうのは多分誰でもあると思うんですけど、本番立つっていう時は覚悟を決めて立つわけなので、それ以上頑張っても準備してきたこと以上のことが出るわけではないじゃないですか。さらに本番っていうのは今まで弾いてきたリハーサルルームだったりご自宅だったりっていうところよりすごくいい環境が整っている、音響面でもいい音響の場所、そして共演者、お客さんの顔が目の前にあったりとか、自分自身以外はいつもよりいいものが揃っている状況じゃないですか。なので自分自身が練習よりいいものが出るわけではないけれど、そういう期待はなくして今すっごいいい状況で演奏できてるんだっていうのを楽しむっていう方向に持っていくと、なんかドキドキしてるともったいないみたいな気持ちになって楽しめるんじゃないかなと思います。自分自身はいつもよりいいものは絶対出ないって諦めちゃって、そこの部分にを考えないようにするっていうのが精神的にはいいんじゃないかなと思います。結構ありきたりな表現ですけどね、緊張しない方法みたいなのってこれ結構言ってる方多いと思うので、結構ありきたりな回答かもしれないんですけど、精神的には本当にそれがいいかなと私も思います。でもいい緊張っていうものはある程度は必要だと思ってます。なのでちょっと緊張しているかもって思った時は、緊張できてる、よしこれはいい兆候だって思うように、私自身が子供たちを教えていた頃はいつもそういう風に伝えてました。なんか本番前に生徒の子供さんとかから、どうしようドキドキしてきたとか、なんかこう心臓バクバクしてきたって言ってきたら、やったね、うまくいく証拠だよって、ドキドキしてるっていいことだよっていつも言ってました。はい、これが精神面でのお話だったんですけれども、準備段階で力を入れていることがすごく多いんですけれど、本番前数日間っていうのは特に、本番に近い環境を作るっていうことに力をとにかくいつも注いでいます。落ち着いた家でどれだけうまく弾けても、やっぱり非日常空間だと脳がこうパニックを起こすことってあると思うんです。歩くことさえままならなくなったりしますし、ホールとか音響とか照明っていうのはさすがにね、練習の時から本番通りを再現するのは難しいんですけれど、例えば
MC を含む本番だったら MC で、あとは衣装、靴、それからパフォーマンスの仕方、まあ、パフォーマンスをするかどうかもありますけれど、まあ、お客さんがいるっていう想像だったりとか、あの舞台に出る瞬間から舞台から去っていく瞬間まで、あの全てを本番通りにお家で通し稽古をするっていうのを、これを何度も繰り返し本番が近づいてくるとやるようにしています。あのちょっと本当に大掛かりです。あの衣装も着るし、髪型も結構それに近い、もうがっつりはね、時間がもったいないからやらないけれど、通し稽古家でもやります。これに何か起こる時も作ったりとかします。あの想像の中なんですけど、あのお客さんがパンフレット落としたとか、誰かがくしゃみをしたとかこれリハーサルじゃないんですよ。本当家で、あのこれがっつりやるんで、ちょっと本当変な子だと思われがちなんですけど、変な練習だと思うんですけど、これすっごい私にとってはめちゃくちゃ大事な、ことで、あ、だからもしかしたらすごい緊張シーンなのかもしれないですね。だからすごい準備をするのかもしれないですけれども、あのとにかくあのシミュレーションをします。演奏の練習をめちゃくちゃした後に、それ以外のことで何か起こった時のシミュレーションをします。あとはこれと同じようなことなんですけれども、寝る直前、お休みの直前にベッドに入ってから、これと同じく頭から最後までを脳内シミュレーションで再生するようにしています。コツコツ歩いていく時にこう背筋を伸ばして、あの美しく歩くこととか、こういろいろなことを気をつけながら脳内で再生するっていうことをしてますが、これはね、だいたいね1曲目で寝ちゃいますもうね、私はあの横になったら本当1分もかからずに寝ちゃえるんですけど、脳内再生をするともう少し持つんだけど、1曲目の途中で必ず寝ちゃいますね。あの寝れない、だんだん本番前になってくるとナーバスになってきて、2曲目ぐらいまで行けたりするんですけど、まあほとんど寝ちゃいます。はい、本番の精神面はこれがちゃんとできているのとできてないのとで本当に全然違ってきます。どんな本番でも、あの音楽以外、演奏以外の部分まで全て細かく、あのしっかりと自分の頭だったり体に落とし込めていると、演奏にすごく余裕が出てきて、そうすると本番ものすごくあの楽しい要素がめちゃくちゃ発見できるんですよね。あ、こんな顔して聞いてくださってるんだとか、あ、すごく今同じような気持ちで音楽を聴いてくださってるなとか、あの、あとはこう照明がすごく綺麗に今当たってるなとかめっちゃ自己中だけど、あとはあのピアニストの表情が、あ、今すごいいい顔して弾いてるな、いい音だなとか、ホールの残響がすごく美しいなとか、すごく細部まで本番を楽しむことができるようになってきます。そして、それでも本番直前に突然変に緊張してしまったりとかっていう時のテクニックっていうのは、体をきちんと操作する方法を手に入れることっていうのが大事だと思います。これはもうテクニックだと思います。私はアレクサンダーテクニック取り入れています。高校生の時に副科目っていうのが必ずありまして、ピアノを試験を受けたりしないといけなかったんですけれども、ピアノはバイオリンと違ってやっぱり副教科なので、自分で自信があんまりなくて、すごく変な緊張をしてしまうっていうことがありまして、試験になるとこう指が震えちゃって、その頃に通うようになったレッスンです。あの私自身数回通っただけなので、アレクサンダーテクニックを完全に忠実にやってるかっていうとすごく疑問があって、今では もはやあの自己流になってしまってる可能性も高いので、変な誤解を生んではいけないので、具体的には今日何をしているかっていうのは話しませんが、あの自分の心がドキドキしても、それは脳や自分の体に関係ないことで、体はいつも通り動かせるんだっていうテクニックです。ここになんかこう呼吸法だったり、こう本当に実際のこう実演もあるんですけれども、今ちょっとかなり自己流になっているので細かいところは今日はお話しませんけれども、いい精神を作るための準備の仕方だったり、そして本番前のテクニックを探してみるっていうことだったりっていう面で今日はお話をしてみました。あの緊張のメカニズムっていうのはすごく面白くて、昔から変に上がってしまった本番は特にメモをして忘れないようにしたり、逆にうまくいったことっていうのもあのしかりなんですけれども、私にとっては今日お話ししたことを前もって準備でやっていると
うまくいくっていうのがいつも自信につながっている部分ではあります。なので自分が必ずうまくいくっていう方法を見つけるっていうところが一番大事なんじゃないかなと思います。伝わってるといいなと思うんですけれども、緊張についてはそんな感じです。スランプに陥ったことはありますか？曲への思い入れやなぜ名曲と思うかを教えてもらえると。譜面はありますか？